ブレシアの旧モンテディピエタ。モンテディピエタは中世末期のイタリアに発祥し、他のカトリック地域にも広がった公営の質や、貧民に対する慈善事業として成立し、比較的低い利子で貸し出しを行った。旧約聖書では、金の貸し出しそのものは禁じていなかったが、利子や担保を取ることに関しては強い制約があった。新約聖書においてもルカによる福音書6章35節が利子を取ることを禁止する根拠とされた。中世のヨーロッパにおいてカトリック教会が印利を禁止した結果、中世後期に入ると北中部イタリアのキリスト教徒は利子に関する業務から姿を消すようになった。それに代わって、ユダヤ人が金貸しとして進出するようになったが、年利にして20から 40% もの高利によって、民衆の恨みを買うようになった。貧民をユダヤ人高利貸しから救うことを目的として作られた公的な貸付機関がモンテディピエタである。モンテディピエタの理念は最も清貧を重んじる、フランシスコ会厳格派によって固推されたが、これは13世紀以来の歴史を持つフランシスコ会の経済観に基づいていた。1461年、フランシスコ会修道士のバルナバ・ダ・テルニがペルージャで最初のモンテディピエタを設立し、他の地域にも広めた。特に熱心に運動を行ったベルナルディーノ・ダ・フェルトレは、1484年にマントバでモンテディピエタを設立して以来、一人で22のモンテを成立させた。ベルナルディーノの運動では、ユダヤ人金貸しの排斥が強調された。モンテとは、文字通りには山のことだが、比喩的に大量のものを意味し、集められた基金を意味した。モンテディピエタとは敬虔な行為により積み上げられた資金の山を意味し、その原資は市民の寄付、寄託からなっていた。定理とは言ってもモンテディピエタは利子を取ったため、ドミニコ会やアウグスティノ会は伝統的な印利禁止の立場から反対した。ベルナルディーノらはモンテディピエタの利子が貸付から直接生じるものではなく貸付に関する運営のために使用されるものであるから禁止されている印利には当たらないと主張した。1515年の第5ラテラノ公会議によってモンテディピエタの利子は正当であると認められた。16世紀以降、多くのモンテディピエタは預金を受け入れて利子を払い、また、貧民の救済以外にも融資を行うよう変容し、実質的に銀行に近づいていった。イタリアでは、モンテディピエタを推奨することによって、ユダヤ人の金貸しを排斥したが、18世紀半ば以降は、ユダヤ人の金貸しに対する制限は取り除かれた。18世紀末、モンテディピエタはイタリアに侵入したナポレオン軍の略奪対象になり、一時壊滅した。19世紀以降再建されたモンテディピエタの多くは後に貯蓄金庫に移行したが、今もなお通常の銀行業務と並行して質屋の業務を行っているところが多い。メキシコではメキシコシティの中心地にある国立質店が有名である。モンドピエテフランスでは、教皇領の飛び地だったアビニョンに最初のモンテが設立された。フランス語ではモンドピエテと呼ばれた。1626年には必要とするすべての都市に設立を認める法令が出された。イタリアのものとはかなり性格が異なって、貧民だけでなくすべての人に貸し出しを行い、またしばしば高利だった。ルイ13世時代の1637年にはパリに最初のモンドピエテが作られたが、高利貸しの圧力によって制度は廃止された。ルイ16世時代の1777年に、パリのモンドピエテが再建され、ナポレオン・ボナパルトは1804年にモンドピエテによる質屋業の独占を認めた。1851年に法律が改定され、店長が政府によって任命されることになった。1918年にモンドピエテは、市町村信用金庫と解消され、質屋業務と並んで預金などの銀行業務を行うようになった。ベルギーでは1618年以降にモンドピエテが発達した。ブリュッセルで1618年に設立されたモンドピエテは現在も業務を行っている。日本ではフランスの制度に倣って1927年に公益質屋法が公布されたが、戦後は衰えた。2000年に公益質屋法は廃止された。ありがとうございます。